英語、日本語、または他の言語を話すことを学びたいですか語学クラスや教室に飽きていませんか私は北版のスーザンです。私は日本語を話すことを学び、練習するのが大好きです。でも、個人的な興味について話したい。教科書のトピックにはあんまり興味がありません。そこで私はこの YouTube チャンネルを始めて カナダのバンクーバーでの私の生活を日本語を話す人々に紹介しますこのチャンネルは私にとって楽しい日本語学習プロジェクトですこのアイディアを利用して英語、日本語または他にもいろいろな国の言語を練習できます今日は私の経歴、言語学習についての意見そして YouTube ビデオの作成についてお話します じゃあ、始めましょう。まず私は大人に英語を教えています私は今まで日本中国メキシコイランヨーロッパ韓国南アメリカなど世界中の国から来た成人学生に教えてきました私はカナダ日本韓国で英語を教えていましたこれらの学生たちは、 英語を学ぶための最善の方法は何ですかとよく私に尋ねます。そして、どうすすすすればぐに上達することができますか私は今までに日本語フランス語スペイン語タイ語を勉強しました。でも私は本当にフランス語と日本語しか話せず決して完璧とは言えません。だから、 私は自分自身に同じ質問をしました。これは私の正直な答えです。最善の方法はありません。他の人からインスピレーションをもらう。でもあなたにとって面白くて楽しい方法を見つけてください。 言語を学ぶには、多くの時間と労力がかかります。面白い方法を見つけると、毎日練習するようになります。また、あなたの個人的な目標について考えます。私には2つの主な目標があります。より、流暢に話すことによって、より合意を学ぶことができます。私は人と話すのが大好きです。 この部分は、私は私の父にとててもよく似ています。私の英語の教室では私はいつも生徒たちに快適なプロジェクトを見つけるように進めています例えば歌うのが好きなら英語の歌を学ぶか「英語の合唱団に参加してください」「私には F1 カーレースが大好きな生徒がいました」 私は彼が英語の解説でレースを見ることを提案したまたはマンゴーが <laughs> または漫画が好きなら英語で読んでくださいあなたが学んでいる言語で料理のビデオを作ってみるのも良い方法でしょう私の現在のプロジェクトはこの「北番のスーザン」の YouTube チャンネルでしょ 私は3ヶ月前から日本語をたくさん学んでいます。このプロジェクトによって、また日本語を旅行するときに、便利に使えるフレーズや語彙がたくさん増えました。最近、あなたは言語を学んでいますかもし学んでいるなら、あなたはどんなプロジェクトを使っているのか、私にコメントで教えてください。今日はこれでおしまいです。 今日もお付き合いいただきありがとうございます。じゃあまた次回お会いしましょう。